はいはい、どうも皆さんこんにちは、トリピットです。今回もスプラトゥーン2の方をやっていきたいと思います。今回はガチアグラで初なんで、まあ、Cマイナスからで、もうね負けなしでトリッピーさん、やっぱ C 隊だったら最強だなっていうところをね、皆さんに見せていきたいと思いますよ。よろしくお願いいたしますということで、コンブトラックだ。このステージはね、もうねちょっとね、あのね、俺ね個人的なことで申し訳ないんだけど、ロードバイクだとか、俺スケボーとか好きなんすよ。とても大好きなんすよ。そういう意味ではね、ワクワクするよね。ワクワクするよね、ここ本当に。やっぱ俺スポーツマンだから、スポーツマンだね、トリッピー。さあ、そのスポーツマンはスプラトゥーン2でも、めちゃくちゃキリができる。あ、待て。お、6カス。ホッカスくん、こんにちは。オッケー。オッケーオッケー。待って、後ろいるな。乗らずに、回っちゃ、あー危ない。いやー、やれなかったか。よしよしよし、やったやったやった。ただこれやばい。うわあ。いやね、やっぱスーパー着地はね、なんかやられそうになった時にとりあえず投げとけみたいな。周りのやつらどこに敵がわからない、いるかわかんなくてもやれる可能性があるから、やれる可能性がビルズンだから。さあ、3落ちしてるぞ。敵3落ち。あとこの子だけ、ここら辺。オッケー、いいね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 。さあさあさあ、ちょっと乗れない。乗りましょうか、乗りましょう。さあ、進めていこう。できるだけギリギリまで。まだ、ただロックオンされた。ポップコーンの種が飛んでくる。やべ、ポップコーンが。ナイス。あと1人。待て、あそ、奥のやつやろう。奥やって、手前クイボーいないか。さあ、いいぞ。ここら辺でさ、スーパー着地をすることによってさ、こういうところで時間稼ぎ。全然できてないよ、時間稼ぎ。あー、危ない。ナイス。あ、いいんじゃない。あそこにいるね。ホッカスだね。ちょっと角度、ナイス。いいよ。オッケー。あ、これいける。あいつやろう。これオッケー。いや、これだよ。やっぱりさ、トリッピーさんが最初のガチマッチでやっぱこういう快勝の動画をさ、最初のうちに上げることによって、俺のスプラトゥーンの動画って大体いつも負け試合が収録されているから、やっぱね、今しかないんだよ。今このランク帯の勝ち試合をたくさん投稿することによって、あ、やっぱトリッピーさんってスプラトゥーン上手いんだっていう、なんかそういう洗脳のやつをね、今のうちにすり込んでいこうぜ。今のうちにリスナーに、やっぱトリッピーは上手いなっていうの、あ、トリッピーやっぱエイム合うよなみたいな、そういう洗脳。よーし、富士坪スポーツクラブということでやっていきましょう。俺ね、大切なことを思い出しました。忘れてたんだよ。ガチヤグラと言ったらブラスターということで、俺ね、ホットブラスター持ってきました。もうこれは熱い、ホットブラスターだけに。これ最強だから、このブラスター。これはね、もうなんだ、ヤグラの周りマガマガしいオーラが、あれポイズンか、あれがポイズンか、新しいポイズン。うわ、危ねえ。うわー、ナイス。今の直撃は気持ちいい。うわ、ちょっと待って。待って、ヤグラ乗って、一回体勢立て直して、待って、死ぬー。今のは死ぬよね。そりゃそうだよね。いや、ホットブラスターはね、やっぱね、強いんすよ。これ何が強いって、ヤグラに向かってパンパンしとけばね、神、キルできるから。ほい。あら、ポイズンが投げれない。ポイズン、あ、違う、あれ待って、ポイズン、あれ待って、さっきは投げたよね、ポイズン。あれ、ポイズンどうやって投げるんだ。待ってね、落ち着け。ポイズンは、こう。あれ、違う。こう。オッケー。まがまがしいオーラ。待って、危ないよ。よーし、ほら、これ。さらにこれ、来たー。いいねー。どうも、みんな来い、俺、ヤグラ乗るから。ちょっと待って、ヤグラ乗らして。俺、勝ったんだから、ちょっと待って。ヤグラ、オッケー。全然ヤグラ乗れねえんだけど。全然ヤグラ乗らせてもらえないんだけど。よし、いけるぞ。あそこにいる一人、ナイス。スーパー着地、おっと危ない。スーパー着地の使いどころもポイント。来るよ。ナイスカウントリード。あー、くそー、スーパー着地使う前に死んでしまった。今のは悔しいよ。あー、3落ち。みんな死んだね。落ち着いて一回体勢を立て直しましょうか。一回体勢を立て直そう。それが大事だ。さあ、どっから来る？おい！待って、よいしょ。うわ、やべ、これ死ぬかも。ほい！オッケー！いいぞ。ガチヤグラ奪った。奪ってくれてナイス。ありがとう。二人いる。一人やる。そして、あそこの一人は？そこか！違う。
オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、結構活躍できてる、結構活躍できてる。あとは矢倉を進めるだけ。あー、ナイス、いいよいいよ。敵もブラスターが2体いるね。やっぱね、上にね出てくるようになってるのはね、まだねしっかりと見れてないけど素晴らしいね。これはチャージャーがいるとかすぐ分かるから。ほい、まがまがしいオーラで、さあ乗って乗って乗って、待って後ろにいるか。ナイス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 、これはいいよこれはいいよ、これ進めるとこまで進めよう。スーパーチャック値も溜まったからここら辺で、おら、やれなかったか。いる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 、待って待って、どこ、あー後ろか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 、よし、あーやられちゃった味方が。しかし俺がやる俺がやる俺がやる、あークソエイムでもナイス。あーまあまあ46は微妙なんだよな。いやでもいいぞいいぞ、だいぶね塗り状況とかもかなりいいんで押してますね。いやそんなによくないわ別に普通だわ。危ない、あちょっと待って待って、危ない危ない、落ち着いて落ち着いて、あ上に一人入ってった、あいつは無視でいいか。とりあえずヤグラ止めよう。うわあクソやばい、なんか嫌な嫌な流れだこれ、嫌な流れだ。に落ち、向こうブラスター一人スペシャル溜まってる、スーパー着地が二人溜まってる、スーパー着地、スーパー着地二つ溜まってる。さあここらへんいないよね、代理の関門行った、代理の関門来てる、ここら辺で止めなきゃ。オッケー一人歩い、あーリードされた、マジかリードされたんだけど、やばいやばいやばい。とりあえずちょっとこっちから回ったら死ぬか、いける、とりあえずヤグラ止めろ、オッケー、まだいける、おいおい、うわあ、ナイス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 、止めてくれー止めてくれー、やばいやばい負けちゃう、そんな解消できているはずなのに。いくぜエグザットリー、俺のブラスターの実力、うわあくそーなんだよそれなんだよそれ、ちょっとーもうなんかその横から横から横からボムやめてよ、上からマリコ、上からマリコ、下からエノキ、横からボム、ごめんなさい何言ってるかわからないです。あ待って、入れ入れ入れ、落ち着いて処理する、オッケー、こういうところの処理がねしっかりとできないとダメだからね。半人前半人前、どこいる、牛右、ほらほら、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、やっぱ角打ちで当てたいんだけど、うわーやばい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 、なんかなんかなんか、あーこれポイズン、こうなるのねこうなるのね、動けないわ、うわーっしょい、あら今やれなかったのか、上、はいやれる、はいやれる、ほいやれる、ほいやれる、はいやれる、はいやれる、はいやれる、オッケーやった、もう一人こいつもやった、いいよいいよいいよ、これはいいこれはいい、素晴らしい、ラスト10秒、逆転して逆転して、さあ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 頑張れ、ここラスト一押し、ラスト一押し、ラスト一押し、ラスト、ナイスナイスナイス、あーいけいけ、よーしオッケー、今リードしたよね、え第3の関門に達成したし乗ってたよね、勝ったよね、え勝ったよね、オッケー、よかったよかった、オッケー牧場、オッケー牧場、これはよかった、素晴らしい、首の皮一枚つなかった感じだね20キルしてるわ、笑うわ。よしということで、まあどん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 勝っていきましょう。よーし、2回連続富士坪スポーツクラブのガッチガッチヤグラやっていきましょう。もう一回ホットブラスターカスタム持ってきてます。というか今回のパートは多分ずっとホッカス、ホッカス違うか、ホットブラスターか使うと思います。よろしくお願いします。N ザップとローラー、寿司コーラ、ホッカスか、うわ、まがまがしいオーラが、まがまがしいオーラが出された。ただ俺もヤグラにねオーラ出したんで、あ右いるな、右いるな、ここら辺来るっしょ、あ来てる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 、ほいここ、あら来てないか、うわーやべ、まがまがしい、ナイスーナイスー、いいよいいよ、めっちゃ右無視しよう、ここ、あぶね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 、よしよしよし、素晴らしい、味方ナイス味方ナイス味方ナイス、いいよ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 、スペシャル溜まったよ、ちょっと9番ボム気をつけて、9番ボム気をつけて、敵に落ち、敵さらに1人落ちて、ちょっとここら辺使っとこう、この関門中に使うという荒技、あーくそー、オールダウンか、てか俺以外寿司コラ、俺以外寿司コラか、え違うか、一番左なんだあれ、寿司コラじゃないか、違うわ、バレルがいいのか、よしオッケーオッケーオッケー、来てる来てる、ローラー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 来てるよ、ローラーやるよ、やれるよローラー、やれ、やれなかった、ごめん、ホッカスが来てた、ごめん、ホッカスそこからでも届くの強いよなマジで、いやーでも俺もホッカスだから、ホッカスじゃない、ホッカスって言っちゃうわ、ホットブラスターだから、
ホットブラスターだから。さあ塗って塗って、大丈夫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 、落ち着いて落ち着いてやればいける、落ち着いてやればいける。俺らはまだリードしている、このリード守れ。ナイスナイスナイス、来てる来てる、届かない。さああそこから、あそこからもう一発、ここだーここだ。どこいる、これはどう、ダメか今の。はい、ナイス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 、俺何もしてないけど、ちょっと待って、攻めて乗る攻めて乗る攻めて乗るわ。いやー攻めて乗るって言ったのに乗ることさえもできない。トリッピーさん全く力になってないじゃないですかって言われちゃう。さっきの試合はあんなに活躍していたのに、トリッピーさんこの試合になったら何にも活躍できてないじゃないですかって言われちゃう。あーそれは絶対に避けよう、絶対に避けよう。あ、右いるね。ほい、スーパー着地狩り、オッケー、ナイス。さあ敵一応、あ、なんで直れないんだけど俺、なんだなんだなんだこれ、なんだなんだこれ、なんだこれ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 。よし、二人いるね、あそこ橋のところ二人いるね。右一人回ってきたね。これやれるよ、やれたけどやれなかったよ、やれたけど相打ちだよ。え、そっちにやられたの俺、マジか。ホットブラスターにやられたのか。こいつに飛ぶ、こいつに飛ぶ。第二関門突破おめでとう。いいよいいよ、このまま押し込もう、このまま押し込もう。うわやべやべ、ここすげえまがまがしょ、俺やれる、やれなかったか。オッケー、やったやったやった、確実に。もう一人いる、もう一人はここ、そこ、あ、左左に一人。あースーパー着地でやろうと思ったのに、そんな詰められたらスーパー着地もしかしたら弱い。いやそんなことねえよな、俺の中でスーパー着地にはすごいさ、あの子供心をくすぐられる全てが詰まってると思うんだよ。だって俺小学校の頃やってたもん、スーパー着地よく河原で、河原で。だからね俺はねこれ押していきたいんだけど、もしかしたら俺の中でね、もしかしたらスーパー着地をね、スーパー着地狩りされてしまうからね、弱いんじゃないか説がね濃厚ですね、濃厚ですね。てか今回のスプラトゥーン2はね、スペシャルが全体的にね、あのねあれだわ、弱いわ弱いわこれ多分みんな感じてることだわ、スペシャル弱いわ多分。おい待って、スーパー着地したらヤグラから、ヤグラが感性の法則が働いてるから、やれる、これこれやれる、これやれる、ナイス。もう一人いるよ、もう一人いるよ、が関門突破。うわうわースーパー着地二人だな、悔しいな今の。いやまだいけるよまだいけるよまだいけるよ、落ち着け。これ飛ばなくていいか、飛ばなくていいか、飛んでもいいんだけど、ヤグラだからポンポン。さすがにあれはね、飛んでもね死ぬだけだわ、あの状況。待って一人入った、嘘嘘、無視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 、あー無視してもそうなるの、無視したからそうなるの、くそー。いやこれ守りきろう、あと30秒でしょ。今回は塗り状況とかも意識しながら、塗り状況とかも意識しながらここら辺を固めていきましょう。絶対に超えちゃいけない。あら、行ってるか、でも進んでるな。味方は有能だな。味方有能だな。うわーわーわー。これ触れたらダメなんだね。触れたらダメなんだね。さあ、敵に落ち。敵に落ちですよ。さあ、俺もスーパー着地ここら辺で決めたい、最後に。お、いいじゃん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 。これもう、これいけるじょ、いけるじょ、いけるじょ、いけるじょ。ナイス、一人やって。オッケー、第三関門突破からの。なかなかいい感じに来てるね。これさ、このままいったらさ、なんかさ、ランク、いわゆる飛び級みたいなのがあるって、PV かなんかで見たんだけど、俺か、結構、うわ、味方22キルしてる人いるもん。怖っ。あのさ、飛び級みたいなのあるって言ってたけど、飛び級可能性あるね、これ。多分俺、トリッピーさんエリートなんで、飛び級でいいですかみたいな感じで言われるような気がするわ。多分ね、俺エリートだから。